感はもうとんでもなくいいですね。 Windows から買い替えた方もキーボードとマウスはとりあえず持ってるもので使えるので Mac mini コスパが非常に高いなと。こんにちは、戸田悟です。 Mac mini やってきました。今回はね、僕がね、開封して使うまでのいろいろレビューをしていきたいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。いよいよ来ました。なんだと思う、藤原くん。いや、なんでしょう、結構開けてきますよ、はい、もう今回はね、あんまり僕開封レビューってやらないじゃない、はい、今回もとにかく速報でお届けしたかったので開封レビューという形にします、はい、ということで開けます。なんかね、思ったよりね箱軽いです。もうちょっとね箱重いかと思ったんですが、これねさすが中でね宙に浮く形になってますね。ぶつかってもね箱がへこんだりしないように。最近ね中国製品よくレビューしてますけど箱へこみまくってますからね。じゃじゃーん、 Mac mini です。藤原君も検討してる？そうですね、ちょっと気になってました。 Mac ユーザーとしては、うん、超気になるよね。そうですね、僕はね実はデスクトップの Mac はもう5年ぐらい持って、4年ぐらいかな、持ってなかったんですよ。 iMac をずっと使ってて、あと MacBook も使ってて、 MacBook とか Pro とかね、まあ、その時によってこの5年間で変わってますけど、だから4年ぶりぐらいの Mac のデスクトップを今回購入したわけです。動画にもアップしましたが、僕が今回購入したのは一番安いモデルから、まあカスタマイズして、まあ、カスタマイズの仕方がね、実は上のモデルからカスタマイズしても一緒なんですけど、16のメモリーと51のストレージにして14万飛んで800円という構成で今回オーダーしました。はい、ということで早速開けていきましょう。いつものようにね、この裏のピロピロを取ります。はい、今回の動画はこの Mac mini を使うまでお届けします。でベンチマークとか使った後とかね、実際のね、活用等々はまた別の動画にしていきますが、ベンチマークはねなるべく早めにお届けしたいと思っていますのでご期待ください。では開けます。はい、こんな感じ、箱ぴったりに入ってますね。アップルなのにホコリがついてるのが嫌だけど、まあ傷じゃないのね。こうやってね持ち上げやすいようになってもいいですね。はい、もう実はね、ボディが変わってない、前のモデルから今回のモデルってボディは変わってないんですけど、前もレビューしてるんですが、なんか改めて見ると薄くない？そうですね、かなり。 Windows のミニ PC を結構僕レビューしてるじゃないですか、比べても薄いよね。質感はもうとんでもなくいいですね。その辺の比較はまたね、今度していきたいと思います。では早速ね使うためにまずこのねシールを剥がしていきます。お、 Mac mini って書いてありますよ。はい、書いてありますね。でここもねシールになってるんですよ。これもね剥がします。ここにねコネクタ類が並んでいます。で僕は今回 M2 Pro じゃない M2 のモデルを買ったんで、サンダーボルトが2個なんですよ。上位モデルだとこれ4つなんですね。ここがねちょっとまあポイントの一つになるかなと思うんですが、 USB Type-A も2個あるじゃないですか。これがねやっぱり嬉しくて、先進的な Apple だから全部 Type-C にしちゃわないところがなんかちょっとホッとしてます。はい、でこれねケーブル、このサイズにして電源内蔵なのはさすがですよね。 AC アダプターいらない、これつなぐだけってシンプルでいいなね。はい、はい、これね非常にいいと思います。ちなみにこの紙のねビロビロは1回外すと僕には元に戻せません、まあ、もちろん自分で買ったものなんでこれでいいんですが、はい、もう戻せません。でねこれ電源内蔵なんでこれ1本つなぐだけとってもいいんですけど、PD で充電してほしかったなっていう思いもちょっとあるんですよね、 Type-C でね。まあ、どっちがいいか微妙ですけどね、 PD で充電だと外に充電器出ちゃうんで、まあ引き分けかな。どっちもいい点ありますよね。ちょっとそこはね判断つきづらいと思いますが、はい、ではちょっと重量を測ってみます。はい、それではね手に持った感じは結構重いんですよ。やっぱりね Apple 製品はアルミでね金属製なんで重くて当然ですが、 1174g ということで持ち歩きできなかないですが、ちょっとやっぱ重いことは重いですかね。はい、こんな感じです。それでは早速ね、ちょっとセットアップをしていきたいと思います。ということで早速ですね、使っていきたいんですが、電源ケーブルはね、さっきお話ししたように入ってるんですけれども、他何も入ってないんですよ。なのでモニターとつなぐには HDMI ケーブルか Type-C ケーブル、モニターが対応していればなんですが、が必要になります。その辺は次回以降の動画でね、高画質なモニターとかにつないでいきたいと思いますが、とりあえず今は、
大画面モニターでフル HD のモニターに HDMI でつなごうと思ってます。で、セットアップにはキーボードとマウス必要なんですよ。で、Mac mini にはキーボードもマウスもついてないので、これ自分で用意しなければいけないんですが、一応ですね、Apple 純正のキーボードとマウス僕持ってます。で、これ後でね、使ってみますけれども、今回はね、セットアップこれでやっても面白くないんで、Windows というかですね、まあ一般的な、まあどっち使ってもいいんですけれども、マウスを使っていきたいと思います。で、どっち使うかって話なんですが、今回ね、あえてね、こちら側、こいつね、なんと、このマウスは、Type-C のレシーバーで接続できるんですね。で、これをね、ちょっと使っていきたいなと思います。はい。で、さらに、こちら、キーボードなんですけれども、実はね、このキーボードずっとね、使いたくて、うずうずしてた、RealForce 4 Mac というですね、PFU のキーボードなんですけれども、これもね、利用して接続していきたいと思います。まあね、もちろん分かっちゃいるんですけど、このね、超美しい Mac mini、正面から見ると本当にこのミニマルなデザインが最高にかっこいいんですが、電源ボタン一つない。ポート一つない。やっぱりね、ちょっと不便ですよね。こっち正面にしたいぐらいなんですが、そうすると、正面にね、ポートがいっぱいあって不格好ですよね。やっぱり電源ボタンはね、あとタイプ C1 個ぐらい前に持ってきてくれた方が、まあデザインとしてはね、ちょっと破綻すると思いますが、使い勝手はいいですよね。まあそんなの分かってるよという話かもしれませんが、はい。ということで、実際にね、では繋いでいくとこんな感じになります。こんな感じになり、今回はこれタイプ C のね、マウス使うので、こいつをレシーバーにこう挿して、で、HDMI を挿します。ということで、モニターに繋いでみます。ということで、電源入れていきます。電源ボタンはここにあるので、手触りでね、ちょっとへっこんでるんですよ。慣れちゃえばもちろん手触りでわかります。ただね、ケーブル類は手触りでは挿せないですよね。はい、今、電源を入れました。おなじみのね、ワーンっていう音が響いております。マウスポインター今ね、ここにあって動いてますね。それからキーボード。はい、動いているので、これで利用できます。それではセットアップをしていきましょう。はい、それでは続けていきます。アップデートが来てますね。これはね、ちょっと後でにします。はい、アカウントの設定すいません、ちょっとお見せできないんですが、あと2段階認証ですね、その辺を済ませて今ですね、まあ新規の Mac として今回は、はい、セットアップしています。はい、はい、キーボードの設定も完了して、はい、 Mac mini が使えるようになりました。ちょっとね、せっかくなんで、ブラウザーでも開いてみますか。モニターもね、これメインで使うモニターではありませんけれども、今回のね、レビュー用ということで、早いっすね。早いよね。そうですね。うん、スパッと動くよね。うん、早いね。はい。非常にね、いい感じなんですが、性能とかは今後ね、紹介していきたいと思っております。モニターもね、何使うか合わせて今後ね、紹介していきたいと思いますが、それではですね、ちょっとキーボードをね、Apple 純正ので使えるかどうか、まあ使えた当たり前だし使えるはずなんですが、ちょっと試してみたいと思います。はい、セットアップの段階からこちらのね、Apple のキーボードとマウスを使えば、もちろんね、そのまま使えるんですが、今回 Windows 対応のマウスと、それからまあ Mac 用のね、市販のキーボードでセットアップができることをお伝えしたかったので、それでしました。で、じゃあ Mac 用使うにはどうしたらいいのっていうと、システム設定から、はい、Bluetooth で、近くのデバイスって出てきますので、これで Apple のマウスとマウスに接続、キーボードに、キーボードはね、ペアリング必要ですね、はい、これでキーボードとマウスが使えるようになりました。ただね、個人的にこのキーボード好きなんですけど、このマウス苦手なんですよね。シングルボタンのマウスが苦手で、藤原くんどう？大丈夫？いや、そんなに使わないので。結局ね、最近 Mac ってマウスよりトラックパッドで使っちゃう人が多いじゃないですか。うん、そうですね。君もノートだからもうそうだよね。だから僕も Apple 製品で使うんだったら、外付けのトラックパッドで使いたいんですよ。ただ僕はミニクリックも結構使うので、この Windows 用のね、キーボードを使って、マウスを使っていきたいと思ってます。もちろんね、慣れてる方はこういう純正のね、
アップル用のシングルクリックのマウスでも全然あの問題はないと思います。まあ僕はそうしたいっていうだけで、で Mac mini を Windows から買い替えた方もとりあえずキーボードとマウスはちょっとキー配列とか違うし、この辺のね表示とか違いますけれども、 Windows で使ってたものもとりあえず流用できますね。モニターも流用できちゃうんで、まあね、後で追加でね買い替えてもいいですし、購入してもいいと思うんですが、とりあえず持ってるもので使えるので Mac mini コスパが非常に高いなと思っております。本日到着したばかりの Mac mini ですね、レビューしてまいりましたけれども、今回はね、まあ、開封レビューということで、起動するまで、あとはですね他のキーボードとマウス、まあ、プルセ以外のキーボードとマウスで使ってみましたけれども、次回はですねベンチマークを取ったり Windows のミニ PC と比較をしたり、僕のね考える最高の環境を構築したりと、まあ、次1回だけで全部は難しいと思いますが、あと2回ぐらいね動画でお届けしたいなと思っております。で点数はですね、まあ、ベンチマークを取った回につけていきたいと思っておりますので、今回はまあ速報レビューということでお届けいたしました。以上 Mac mini 開封レビューいたしました。僕の満足度はなかなかでしたね、非常にいいですね。ということでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。またですねメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待いたします。でこの戸田悟ファンクラブでは毎月僕がレビューした製品の中からいくつかをですね無料でもちろんですけれどもねプレゼントしておりますので、ぜひ抽選になりますけれどもね、ぜひふるってご応募ください、ご参加ください、お待ちしております。さらにセカンドチャンネル戸田悟ビズではビジネスセミナーを僕がねずっと喋ってるので、お前の喋りもうちょっと聞いてもいいよっていう方はですねぜひ、見てみてください。さらに三つ胸チャンネル、これはメンバーと一緒に進めてます。 Chromebook チャンネルです。 Chromebook についてねいろいろと解説しております。これから入門される方、新学期等で使われる方にもおすすめのチャンネルとなっておりますので、ぜひこちらもご覧ください。よろしくお願いします。